一条開講とおしゃべりということで、今日はちょっとトラブル発生で皆様をお待たせしておりました。すいません、長らくお待たせいたしました。ありがとうございます。今日はこちらからちょっと配信しようかなと思います。来たよーって。ありがとうございます。アイドちゃんね、ありがとうございます。緊急でね、ちょっと今日は場所を変えての配信ですが、こちらからやっていきたいと思います。なんだ、今日は、うん。もし生まれ変あ、そうわっそうそう。た、そう、生まれ変わったら。まあ、何をしたいでもいいし、こういう人になりたいでもいいし、こういう人に生まれ変わりたいでも何でもいいんですけ生まれ変ど。わるというのはメタモルフォーゼとは違うんだよね。そうですね。それとはまた意味が違いますニね。ュアンス違うんだよね。本当に、まるっと生まれ変わるみたいな。じゃあ俺、かよちゃんになりたなろうかな。なんで？やめた。何それ？ちゃ怖い。何それ？めっちゃ意味深。一回言っといてやめたって。なんそうで？いう映画あったじゃないですか。男の人と女の人が入れ替わっちゃって、それぞれお風呂に入った時に、またそういうことしか考えっていうシーンがあったでしょ。シーンが、そうですね。それが今よぎった時に、これはまずいなと思って、やめた。になったんですそれはまあ私と限らず女性になったらまずいってことですよね。そうだよね。ということですね。生まれ変わったらね、なんかこれになりたいとかこういう人になりたいとかありますか？貝になりたいな。そう、なんで？昔の映画、そう昔そうのそうそう。映いや、よかった、画。突っ込んでもらえてよかった、よかった。古い。どんだけ古い映画。でもあれですよね。今もなんか今の俳優さんでやりましたよね、それ。ランキー堺の後を、誰だっけ、すごくいい演技だったんだ、あの人。フランキー・サカヤが初代なんですよ。私は貝になりたい。その次が、何回か草こう、あ薙れさ剛れてだっるんでたすかね。な。草薙剛だったかな。多分中井ちゃんじゃないですか。中井、そう。中井君。なんかそんな言うてたあな。れ、上手だったよね、中井君、そうだそうだ。あれ。まあ、歌下手なんだから、あのぐらい演技できねえとな。ノブさんから、私は彼になりたい出てくると思わなかったな。いや、あの映画好きだったんですよ。そうだななかえちゃん、私は何になり何、いたいの？や私は男になりたいです。はあ？もう女性として生まれてくるんじゃなくて、男性として生まれてきたいです。それは男に生まれて何をしたいわけ？男の人ってなんだかんだこういろいろとこういろいろと楽じゃないですか。いや、そういう意味じゃないですよ。なんて言ったらいいんだろう。まあ、お化粧もしなくていいし、なんだろう。なんかいろいろとこう、女性のめんどくさい部分をやらなくて済むじゃないですか。なんかそういうのをこう全部取っ払って、こう、ラフに行きたいっていうか ね、パンツ一丁で歩いたっていいんだもんね。そうですよ、そうですよ。ちょっと男性として一回ちょっとね、生きてみたいなって思います。普通なんか化粧できたりとか、ええとかいう男はないけどもみたいな、いう子が多いのに。大変だよね、出勤前にさ、い化や粧してさ、ー、うん、やっいていや、かどなきゃいちけらないかし。というとね、めんどくさい派なんで、もうできることなら何もしたくないぐらいの 感じなんで、悲しまないよ。生まれ変わるんだよね。じゃあ、あれだ。何？男になって女の子を口説きたいとか、そういうのじゃないわけ。そういうのじゃないです。そういうんじゃない、ないの。女性のめんどくさい部分を取っ払いたいっていう。女性のめんどくさいとかって何？いや、いっぱいありますよ。いや、それこそファッションもそうですけど、男の人って別にね、そんなにおしゃれしなくてもいいじゃないですか。まあ、ジーパンと T シャツありゃ生きていける。
スーツ 2着ぐらいあってさ、そう、服装だったりね、お化粧のことだったりね、なんかあと人間関係とかも多分女性よりドロドロしてないと思うんですよ。いやー変わんないんじゃないのそれ、男も女も。なんか男同士の方がなんかさっぱりしてるって、なんか言い合えるじゃないけど、なんかそういうイメージがありますね。まあ、さっぱりはしてると思う。うん。そうだからもうとりあえずこう女性のめんどくさい部分をなくしたいっていうね。じゃがいもね、じゃがいもね、美味しいよね。私芋餅にして食べるのがね好きです。え？芋餅。芋虫じゃなくて芋餅？芋餅だよ。え、初めて聞いた芋餅なんて。え、芋餅知らないんですか？知らないし、見たことも食べたこともない。嘘だ。やばい、それやばいですね。それめっちゃネタの方向ですよ。え、だってのりさんって知らないよ、芋餅。え、芋餅知らないの？芋虫？芋餅。芋餅知らないよ。やばい、それ。どうやって作るの？北海道だけやろ？やばい。やばいって。マジっすか？お餅のどうやって作るの？じゃがいもをふかしますよね。まあ茹でてもいいんですけど、で潰しますよね。で澱粉を入れるんですよ。澱粉？澱粉餅のじゃがいもにあえてまた澱粉を追加する。そうそう。入れる、で混ぜる。丸める。あ、そう、片栗、そう、片栗粉だよ、じゃがいもと片栗粉、で混ぜて固めてこう丸くするじゃないですか、でそれをフライパンでちょっと油ひいて、フライパンで焼くんですよ。フライパンで焼く、フライパンで両面焼くんですよ。あれだね、あの北海道開拓市開拓に出向いた人たちが考えて作ったんだろうね、最初にね。そうなのかな。で、何もない、何もなくて、じゃがいもだけがこう野原に転がってるところを食べるもんないから、それをどんな味するの？あ、それで、そう出来上がったら、砂糖醤油で食べるんです。砂糖醤油。なんか気持ちいい。じゃがいもを、要はマッシュポテト。あれに片栗入れてみたいなイメージでしょ、そうです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 。それをコロコロやってで焼きますよね、両面焼いて、あ、そう、みたらし団子みたいなタレ、そうそうそう、おーを、それを上からかけて五平餅食べる。五平餅みたいな感じ、わかんない、それが五平餅、五平餅、五平餅ってわかんない。いや、それ言うなら感触餅だよ、よくわかんない。じゃあ俺ちょっと作ってみよう、じゃがいもあるから。そう、あ、でも一つ注意が必要なのは、あまり片栗粉を入れすぎたら、あのじゃがいものもともとの澱粉質もあるので、片栗粉入れすぎたらすごい硬い芋餅になっちゃいます。あー、じゃあもう気持ちちょろちょろっと、あ、まあちょろちょろでもないけど、じゃあちょっとこうかき、そう、かき混ぜてちょっとこうもちもちしてきたなぐらいの感覚をちょっとつかんでもらって固めるみたいな。じゃああれだな、あのヘラブナの餌作るみたいなもんだな。何の餌？いや、ヘラブナ釣るときに餌練るのよ。それも芋ベースのやつが多いんだけど。あ、そうそうそう、つなぎ程度、そう、つなぎ程度の片栗粉。あ、チーズ入り芋餅ね、そう、チーズが中に入ってるやつもあるの。冷凍食品でもあるよって、関東じゃ売ってねえ、見たことない。北海道限定やろこれ。限定なのかな、北海道限定なのかな、そこまでちょっと、なんか逆になんかすごい一般的だと思ってたから、逆にびっくりした。知らないじゃん、それって。いや、でも芋餅っていう名前なの。名前なのね。あれなんだ、きっと、お米が取れない時に、餅食べたいなっていう、で、いろいろ簡単にやってみたら、で芋餅って名前をつけたんだろうね、昔の人がね。そうね。
いや、じゃあなんかすごい大発見だった。今度やってみてください。ねえ、これでも作れそうだもん。うん、あ、全然簡単です。あと簡単お芋簡単。切ってさ、うん、今日も作ったんだけど、レンジで600ワットで5、6分後もホクホクになるからね。今日5分30秒ぐらいやっちゃったら中の水分が抜けてちょっとスカスカになっちゃったのね。ああ、そうなんだ。やりすぎちゃったんだ、ちょっと。もうちょっと時間を短縮すればいいかなっていう、今日分かったんだけど。あ、そう、芋餅はかぼちゃでも応用できますよって。そう、かぼちゃ団子、かぼちゃ餅。かぼちゃはすごい美味しいよ。甘いちょっもんとね、ね。甘さがより出てね、美味しい。栗かぼちゃかなんかで、ね、あれはさ、美味しい、美いい味しい。味になりそうだね。なんか和菓子みたいだね、そうなってくるとね。コンビニでも売ってるかもね。あ、でも、どこのコンビニかわかんないけど、よく、唐揚げとか、なんかこう、あったかコーナーみたいなのあるじゃないですか。フランクフルトとか、そういうふうなところに、芋餅たまにあります。串に刺さって、2つ、こう、芋餅が入ってるやつもあります。芋餅を揚げてるバージョンのもあるの。油で揚げるちの。の方がなんか馴染みが近いね。フそうライいうドバーポジテョンのトともあかる。ハッシュド。でも、芋餅なんだけど、中芋餅なんだけど、ちょっとこう、油で揚げてますみたいな。で、中になおかつチーズが入ってるから、とろけるみたいな。それはうまそうだな。それはなんかこう、ほな、かよちゃんは生まれ変われたら、芋餅になりたい。はい、って、おい。芋餅にはなりたくない。おいしくしゃぶしゃぶしてあげる。あ、そうだ、セブンイレブンだ。そう、あ、そう、中山峠にね、中山峠は、芋餅が有名ですよ。てみよ芋餅と、あと揚げ芋ね。お芋をそのまま揚げてる。衣つけて揚げてるやつね。何せ札幌2日いたけどさ、2日とも雨ですっげえ寒くて、みぞれまで降りやがって。あ、ね、あの時ちょっと寒かったですよね。あの急2日間にだけ、ね。そうお前そ早く帰れって言われてんのかと思ってさ。そんなこと。ね、あの時すごい寒かった。一気になんかちょっと冬に逆戻りみたいなね。晴れてやけどかプラプラ行こうかなと思ってたけど、あ、セイコーマートの芋餅も美味しいって書いて。まあ、セイコーマート北海道にしかないもんね。ATM がないコンビニなんですよね、あそこは。セイコーマート？あるよ。いや、なかったの、あっちの俺が行ってた方のセイコーあ、マートそうなんですは。ね。あ、そうなんだ。いやー、とにかく本当、芋餅使ってほしいじゃないよ。食べてほしい。ぜひやってみてください、のりさんものぼさんも。いっぺん食べてみるわ。初やっめててく聞だいた。さい、やってください。北海道限定なら、ガラナは知ってる？知ってる？ガラナは？大好き。ガラナ。コアップガラナ。あ、それのりさん知らないパターンだね。あのね、ガラ。コーラみたいな感じ。飲み物。そう、飲み俺、物。ガラナ飲み損なっ知てきちゃったんだよらな、札幌行ったのに。わざわガーナチョコみたいな感ざ。あのね、ドクじ。ターペッガラパーみナ、たいなガラ味ナ。なんですよ。ドクターペッパーよりさっぱりしてる。発言はね、ああ、活言ね。脇田ゆいちゃんが宣伝してるから知ってる。活言ね。まあ、焼きそば弁当も知ってますよね。焼きそばあ、弁当。それ見た。なんかエレベーターに貼ったった。へえ、焼き弁？そうなんだ。焼きそば焼き弁そば当。弁当って、要は、ペヤ弁ング当、みたいな。わざわざ弁当にせんでも良さそうな名前。焼きそばそう、ペ弁当っヤて。ングより、でもね、ペヤングより美味しいと思う、焼きそば弁。そう、あ、どうぞ。初めて見てる方もいるんですけど、私の新曲のね、タイトルがなかなか決まらなくて、どうしようかなって迷ってて、バンちゃんがね、いい、こう、あ、そう、びっくりマークね、そう。バンちゃんがいい題名をね、タイトルをね、こう、このタイムライン上に書いてくれたわけですよ。ね、タで、イムラそインにの、こんなそうしょそうもそう、ないで、こそとばの、っかし言ってるのに、そこだけ引っかかるんだよね。で、その時は決まらなかったんだけど、
まあ、よくよくは自分でもいろいろねタイトル考えつつうーんって考えてたらやっぱりバンちゃんのねタイトルが一番しっくりきたわけで、うん、これにしようと決めてそのタイトルいただきまして、でそのねそれに決まったんですけど、今日はその曲をねせっかくなのでね、うん、バンちゃんも来てくれてるので、うん、あの初めての方もいますので、うん、あの聞いていただきたいなと思います。去年のねちょうど暮れですね、年末12月にね、うん、できました。迫ってギリギリ、そうギリギリに一番最後にできた曲、そうあのサビしかできてないのに全部できたとかって言い張ってたんだよ ね、最初のね1週目の時はね12月のね、うん、で結果的にね12月の末に出来上がったっていう、ね、できてないんでしょ、そういやできてますとか言っちゃってどこにあんだよこんなかとかって言っちゃって、なんだよそれね、でもちゃんとできたもんね、できましたよ。なのでちゃんと4曲作ったもんね。はい。なので本日はそれね、うん、去年出来上がった一番最後に出来上がった曲のシフトアップというね、うん、曲をかけたいと思いますよ、バンちゃん。ライブバージョンでしかも。そうライブバージョンね、うん、あのちょっと動画は流せないんですけど、うん、音だけねライブバージョンでお届けしたいなと思います。うん、のりさんいいですか？はい、大丈夫？はい、あはい、それでは。聞いてください、一条かよこでシフトアップ。はい、あこれだ。
はい。なかなかいいですね。はい、ということで、うん。ありがとうございます。ちょっとライブバージョンだからね、ちょっとなんかじゃかじゃか しちゃってるけど。うん。まあこういう元気の出そう出る曲ですね。うん、まあ上手に作るよな。うん、ね、激しいピアノですね。そうそうそう、あの弾いてくださってる方がね、うん、素晴らしい鍵盤の方でね、うん、いつもお願いしてる方なんですけど。かなり乗ってましたね。うん。そうそうそう。今ピアノ弾いてくださって鍵盤弾いてくださってた方と一緒にあの、まあ、メロディーとかね。歌詞とかは私なんですけど、うん、アレンジをちょっとしてもらったのが今の鍵盤弾いてた方なので、うん、ちょっと話し合ってこんな風にしていこうって考えながらね作った感じの曲ですね。そう、激しいピアノで、そうそうそうですね。なんかあと明るい曲っていうかこうノリのいい曲を作ったのが久しぶりだったので、うん、結構バラードだったりね、そういうのがミドルな感じが多かったんですけど、そうだね、夏にね車の窓開けながら聞くのはちょうどいいかも。そうね、聞いてほしいね、ぜひね。5月のライブ情報を2つ書いたので、うん、じゃあ見えるかな。ちょっと弾いた方がいいか、こんぐらい、うん、見えてる、はい、そう、5月のライブは2つあります。1つ目が待って、はい、じゃあ大きくするか、せっかくだから見える、はい、はい、見えた。もうちょっと左、もうちょっと左、うん、左に寄せてちょっと引いてくれる、はい、はい、そんな感じ、はい、OK、 OK です、うん、OK です、はい、うん、で、5月のライブが2つあります、うん、5月の20日の日金曜日、ユニオンフィールドさんというところで、やります。オープンが18時半のスタートが19時になってます。で、あの今曲聴いてくださった、鍵盤の方と一緒にこの日はやります。私含めて6人かな、 1,2,3,4,5 人ん、ちょっと数えられない自分で、5人かい、5人だ5人だ、うん、5人でライブをいたします。で、私は2番目かな、なので7時半過ぎぐらいからやります。うん、そして、次が5月の22日の日曜日、うん、マリアモノクタンさんというところでやります、うん、ノクタンは何回かやらせてもらってるんですけど、でもかなり久しぶりにやらせてもらう場所なのでぜひぜひ、立花あやちゃんという同い年の、シンガーの方がいるんですけど、うん、シンガーソングライターのねギターなんですけど、その子のかわいいですよその子の、企画ライブに、呼んでいただきまして、うんうん、あの20日のね、まさきさんとゆりちゃんと同じなんですけど、その子もいて、私とまさきちゃんと、あやちゃんと3人で、うん、スリーマンということで、3人でライブをいたします。でこの日はちょっと日曜日なんですけど、ちょっと遅めのスタートになってて、8時スタートかな、うん、7時半オープンの8時スタートになっております。で、私トップバッターを飾らせていただきますので、うんうん、ぜひぜひ来ていただきたいと思います。この時はですね、この日初めてサポートしてくださる、女の子、女性の方がいるんですけど、その子と2人で、ってことは全員女なの、20人中は。そうです、まあ、そうです、そうです。それだけでもいいね。やりますので3人ともってこと、うん、3人とももそうだし、私をサポートしてくださる方も女性の方なので。あ、珍しいね。そうなんです、女の子ばっかな。そうなんです、なのでぜひ聞きに来ていただきたいなと思いますよ、うん、5月はライブ2つになっております。なのでぜひ見に来ていただきたいなと、聞きに来ていただきたいなと思います、うん、そして、一番大事なの、まあ、5月ももちろん見に来ていただきたいんですけど、6月は、私の企画ライブでございます。バナナンライブボリューム7ということで、6月の17日の金曜日に、初めて金曜日にやります。今まで土日だったんですけど、うん、今回は金曜日に、開催いたします。で、つい最近解禁したんですけれども、男性シンガーの、永井健太郎くんという男の子と2人で、
ツーマンで、ライブをさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。この時はね、もちろんバンドで、やりますので、バンドでやってるシフトアップね、バンドでやってるシフトアップもね、またこれはこれはいいんですよ。うん、そうそうそう。で、私何言うんですか。そう。で、私の企画ライブの、見どころというか、特徴的なところがあって、お互いのオリジナル曲を交換し合うっていう。うん、ああ、それいいよね。そう。で、交換し合って、相手のオリジナル曲を1曲歌うっていう、うん、面白い企画も中にありますので、私が今回は永井健太郎さんの、曲を1曲歌って、健太郎くんが私の曲を1曲歌うっていう感じで、交換して歌う楽しい時間もありますので、ぜひぜひ。相手よりうまく歌えちゃったらまずいよな。まあでもね、男性と女性だったらやっぱり多分聞く感じ違いますよね、また。あ、まあ違うけどね。そうそうね。なのでぜひぜひ6月17日の金曜日なので覚えておいていただきたいなと思います。うん、バナナンライブボリューム7ということで、やりますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。はい、ということでライブ告知は以上でございますが、どうあれやもんね、エンディングかけられへん。かけられへん。あ、そっかそっかそっか。準備不足なんで、すいません。エンディングは一応は、マイカラーとシャインの予定でしたけども。うん、そうですね。ちょっとお話もか戻っちゃうんだけど、自分のその企画ライブでカバー曲もやるんですけど。うん。あ、珍しいね。私のその企画ライブ、オリジナル曲プラスカバー曲もやるっていう、うん、内容なんですよね、いつも。で、4曲ぐらいかな、4曲、5曲ぐらいやるんですけど、すごい懐かしのあの曲もやりますので、懐かしの、懐かしの、スイートメモリーだろうな、多分な。ああ、ちょっと違うけどね。あ、違う？それなら、男性の曲。カエルちゃんが懐かしい。あ、もう、あ、うん、うん、あ、うん、あ、そうだね、私、ちょっと古めの曲かな。男性の曲。何やるの？そう、男性の曲で、古くはないわ。古くはないけど、ちょっと前の曲だね。あ、平井堅とかあの辺の感じだな、きっとな。あ、ちょっと違うな。それって全然違うんでしょ、結局。ちょっとじゃあ、その1曲だけじゃちょっと、ね、番組もあれなので、うん、1曲だけ公開すると、レイニーブルーっていう曲をやるので。やるんですか。うん、なんだっけ、歌ってんの、あいつ。それ一曲で終わっちゃったんだよな。え、そんなことないですよ。あ、違ったっけ。ちょっとあれよく歌ったわ。ちょっとどんな感じ？ちょっとですか？ちょっとどんな感じ？歌っちゃうの？ここで？サビだけちょっとやってみろよ。ちょっとどんな感じ？レイニーブルーも終わったはずなのに。いいじゃん、いいじゃん。いや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 。さすがやね。いや、やっぱ違うよな。徳永さんですね。ああ、徳永。今、徳永英明って言えばカバー曲でね。うん、そうだね。あ、カバー曲ばっかりね。すんごく上手なの人ね。うん、そう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 。さす終わったはずなのに、そうだね、終わったはずなのに。うん、ねえ、そう。なので、そんな曲もやったり、あんな曲もやったり、ちょっと懐かしの曲も入れながら。やりたいなと思うので、またね、バンドでやるのと音がちょっとやっぱ生音でね聞く感じは全然違うので、ぜひぜひ本当に聴きに来ていただきたいな。あの頃のさらになってもすごい上がってくじゃん。そうですね、高くなってきますね、どんどん。ああ、うん、で女性音域で歌うと余計ちょっと大き高くなるので。ああ、うん、かえちゃん裏声で歌うんですか。ま、一番上まで行ったらちょっと裏声使わなきゃいけなくなるかもしれないですね。ああ、どんな声が出るの、うん、裏声だと。え、ちょっとそれはちょっとそれは聞きに来てくださいっていう感じでね。ああ、ちょっと今日はおさわはね、さわりだけね歌えたからね。おさわりだけね。うんうん。そう、なのでじゃあ次回は14日の日ですね。はい、9月14日。うん。そうだ、血液検査もするから血も取られちゃうね。うん。血吸ったるぞってやつでしょ。でもね、私ね、結構ね、
注射されてもね全然平気だからね、逆にねこうやってシューって抜かれてるところずっと見てる。あ、俺ダメ、ずっとこうやって見てる、終わるまで。看護師いけるね、私全然逆に見る、シューってなってるところ。だからあの注射のさところにピューってこう血がピューって増えてくのをずっと見てる、こうやって。うわダメ、俺は絶対ダメ。かなちゃん看護師いけるやん。あ、でも血は多分全然大丈夫。うん、むしろ、ま、なんか、うん、注射してくださいって感じで見る。え？私も見てます。ね、見るよね、ばんちゃん。私もね、見ちゃん。今なんて言った？何？今なんて言った？私も見てます。いや、その前に。え？注射してください？え？何？まあ、いや、やめとこう。何なの？どれをピックアップしていいのかわかんないよ。刺さる瞬間も見るよ。刺さる瞬間ももちろん、針が刺さる瞬間ももちろん見る。なんかちょっとチクってしますよとか言われるじゃないですか。で、あ、大丈夫ですみたいな感じで、まあ、さらっと言ってずーっと見てます。ぐさっと刺さる瞬間も見てます。血管に刺すとこも全然見ます。で、なんかこう。あの結核探すじゃないですか、ちょっとこうなんかちょっと液で消毒液で拭いてちょっとこう、うん、どこかなーってやるじゃないですか、うん、それとかもこうやって見て、血管見えないですかとか全然もう看護さんと喋る。次回は6月の14日火曜日、第2火曜日、また夜9時半から配信したいと思います、はい、今日そういえばボリューム何ぼだったんだかな。今日は28でした。28、じゃあ次29回目。かなちゃん27回の時26回言ってスタートしてた。あ、そうなんだ、一回間違ってたんだ。うん、そっか、じゃあ、ね、今回が20。かよちゃんのエイジオーバーだね、回数がね。そうだね、そう、本当だね、すごいすごい。うん、なので次が29ね、うん、次が29、うん、ということで、はい、6月はボリューム29ということで、また一条かよことおしゃべり配信したいと思います。はい、はい、ということで、はい、今月の一条かよことおしゃべりおしまいにしたいと思います。ちょっと遅れてスタートしてしまいましたが、すいませんでした、ありがとうございました、最後までお付き合いいただきまして、ま、ということで、はい、来月またお会いしたいと思います。では最後までたくさんコメントくださってありがとうございます。それでは一条かよことおしゃべりおしまいにしたいと思います。おやすみなさい、はい、さよなら、お疲れさんでした、お疲れ様です、バイバーイ。